アサンチャイス無名です。はい、今日も楽しく仕事の実況やっていきたいと思います。ということで、ですね、今日リクエストがありまして、ソロで強い大型を教えてくださいっていう人がいたんですよ。マルチはあんまりやんないんでいいですけどって言ってて、まあね、ソロばっかりやってる人らしいんで、まあ今回ちょっとソロのね、強い大型っていうのは何だろうっていうところをちょっと考えていきたいんですけど、まあ、これあくまでね、俺の考えなんで、まあ、鵜呑みにせずって感じですかね。鵜呑みにせずって感じですかね。はい。でなんですけど、ソロかって思って、ソロかって思って、で、まあ、とりあえず、大型って今何体いるんだろう。待ってね。18、19、20、20体かな ?20 体いるみたいなんですけど、この20体の中で5体選出するっていう話になると、ちょっとね、もう結構悩みましたね、僕も。悩んだんですけど、まあ、その悩んだ末、まあ、これだろうなっていう思うのを5体選出したいと思います。はい。とりあえずね、今強えなっていう思っているのは、まあ、とりあえずアークエンジェルかなと思います。花王は何回か来てるんですけど、まあ、別に、それが来ても別にって感じですね、正直。今でも全然猛威を振るいますね。スキルがね、とにかく火力が高い。スキルがとにかく火力が高くて、あとね、回復、なんだろうな、その大型に回復を入れてくれるので、それがでかいなって思います。ちょっと下方修正で自分に回復が入らなくなった、これめちゃめちゃでかいんですけど、もともと強すぎたから、今強すぎるにちょっとなっただけなんで、もうめちゃめちゃ強かったやつが、まあまあ、強すぎるやつにちょっとなっちゃったっていう、ちょっとグレードダウンしただけで、そんな変わってない気がするんで、俺的にはね、アークエンジェルはありかなって印象ありますね。うん。ああ、本当に、アークエンジェルはね、対空もついてるっていうのがずるいかなって思うね。対空もあるし、火力も高いし。しかも、進撃大型相手だったら一方的に殴れるんですよ。一方的にスキルを出した時に、一方的に殴れるので、サイクロとか、なんだろ、ミノとか、サイクロとかミノとか、天狗とか、まあ、そういうなんかね、進撃の大型にぶつけた時に、スキルを出してくれれば、もう一方的に殴ってくれるんで、それが強いなって思っております、アークエンジェル。はい。で、次、トレントかな。トレントは、まあ、言わずもがなって感じですね。スキルは火力めちゃめちゃありますし、まあ、ステータスもめちゃめちゃ高い。はい。で、あとね、バルーンと、ヒュドラと、ブルドラと、フォアのライン強し。もうアンチがめちゃめちゃいる。っていうのが本当にこいつの利点というか強い点ですね。まあこれ、ここにアンチで一応この4体しか書いてないように見えてるんですけども、そんなことはなくて、あとキメラとか、キメラに森作り出した後一方的に殴れる。まあゴレもそうですね。ゴレも自信が入らないし一方的に殴れるっていうのがありますし、あとは、サイクロのメカラビームが、なんだろうな。メカラビームじゃねえな。サイクロに対しての、アンチ関係がなくなったとか、かな?うん。かなと思うんだけど、それぐらいだったかな?あると思うんだけど、結構トレントが活躍する場面って多くて、本当にね、強いなって思います。アークエンジェルが飽きたらトレント、トレントが飽きたらアークエンジェルみたいな感じでね、毎回ね、まあ、チェンジでね、使っている大型の一つですね。ソロだとね。本当に言うのです。まあ、ソロだけじゃなくて、マルチも強いかな、こいつは。アークエンジェルもそうですけど。マルチでも強いです。トレントとアークエンジェルは、マルチでも強いかなっていう印象がありますね。で、2体目。ソロでしょっていう話になった時に、まあ、最近情報入ったスパイダーかな?マザースパイダー。スキルの火力が、上がったんですよね。それがすごくでかいなっていう印象があります。本当に強いなって思う。うん。今はね、団子、ちょっと、攻撃にしか振ってないんですけど、 D1 とかつけたらもう本当に強いなっていう感じになりますね。突破できないですからね、そもそも負けない試合ができるので、雲を持ってくることで負けない試合ができるイコール、まあ勝率もね、なんか必然的に上がるので強いなって思います。で、なぜ雲がね強いかっていうと、強いかっていうかね、なんか俺が押すかっていうと、結構有名な YouTuber、有名なね、ランカーの YouTuber で、ヒョウモンさんっているのを多分ご存知だと思うんですけど、今見てる人たちは知ってるとは思うんだけど、ヒョウモンさんっていう方がいるんですけど、その人が、今ソロリーグで使用してる固定が、コラボ猫
で裏に、マザースパイダーなんですよね。この2つの固定がめちゃめちゃ強いんですよ。前、前回紹介した動画で、ソロリーグで強いアビリティ5選で、確か俺コラボ猫をね押したと思うんですけど、そこの時の5000の中にいる、コラボ猫と今回紹介するこの5000の中にいるマザースパイダー、まあ、この最強と最強が合致した固定なんで、ヒョウモンさんはマジで強いなって思います。で、底力の猫と底力の蜘蛛でしょ、要は。だからめちゃめちゃ強いなって。ヒョウモンさん多分戦って10回やって1回勝てるか勝てないかくらいです、間違いなく。俺は本当に強いなって思います。ヒョウモンさんのあの固定はマジで強いです。皆さんもねちょっと参考にしていただけたらなと思います。増えるの嫌だけどね、正直。コラ猫はまあまだ許すけど、コラ猫はまだ許すけど、クモが増えるのはちょっと嫌なんだけど、まあ動画で言っちゃってるんだけど、今回ね。まあ、いいんじゃないかな。いいんじゃないかな。でね、マザスパ、アーク。で、トレッド。できたでしょ？安定するだよな。あの、めちゃめちゃ強いっていう、本当に、こいつを持ってくれば確実に勝てるってわけじゃなくて、今紹介した、なんだろうな、トレント、アーク、マザースパー、ここ3体は、ある程度本当に、なんかね、勝率はね、期待されますね、本当に。期待できると思う、勝率。こいつらを持ってきて戦えば、本当に勝率はね、期待できると思うんですけど、次の2体は、ある程度ね、安定って考えた方がいいと思います。どっちかというと安定。めちゃめちゃ強いじゃないです。めちゃめちゃ強いじゃなくて、安定するよっていう意味の、強さっていう感じで考えていただけたらなと思います。レッドドラゴン。これはね、マルチとかだとそんな強くないし、俺の中でね、ソロもそんないらねえかなって思ってるんですけど、まあ、なんというかね、ステータスが高い。で、あとスキルとかね、召喚した時のスキルが、かなりね、コスト勝ちに貢献できるので、まあ、そういうところで考えた時に、まあ、負けない試合をしたいっていう感じの人だったら、レッドドラゴン使うのはおすすめなのかなっていう印象はありますね。まあ、タイマン性能もね、悪くはないんですけど、そのなんかね、なんだろう、大型戦において中型を重ねたり、中型でね、なんか支援されたりするときに、そういうときの揉み合いに結構弱いんですよね、レッドドラゴンって。最初の召喚とか灼熱を出してしまえば強いんだけど、まあ、なんだろうな、その灼熱に対してもそこまで期待しない方がいいかもしれないですけどね。ゾネスとかもね、3分の2しか減らせないときもありますし、灼熱出されたとき。多分ね、俺の記憶が正しければ。そんな削れないんだけど、まあでも、本当に安定した戦いをしたいならレッドドラゴンかなっていう印象あります。うん。俺は使わないけどね。俺は金バッジつけて団子フルで D1 ついてるけど、俺はいらないかな。俺はなんか扱いづらいんで、なんか引き込まれやすいんですよ。レッドドラゴンって。横っていうかね、縦ライン全部がね、索敵してくれるので、レッドドラゴンってね、索敵が広いので、剣心一体ちょろってね、一番端っこに出してしまえば、レッドドラゴンもひょいひょいひょいってね、釣られちゃって、で、前に引き釣られてボコボコにされて、やられることも全然あるんで、俺はいいかな。それよりかね、トレントとかアークエンジェルみたいなね、砦の後ろに出して、まあ、じりじり攻めたいみたいな、大型は好きですね、俺は。どっちかというとね。うん。レッドドラゴンは、まあ、安定かなっていう感じですね。次、フォアドラ。フォアドラもちょっとピンキリってとこですね。ピンキリって多分みんな意味わかるよね、ピンキリ。ちょっとわかんなかったらちょっと不安なんだけど、ピンキリってまあピンからキリまでって意味で、まあめちゃめちゃ強い時もあれば、まあめちゃめちゃ弱い時もあるっていう意味なんですけど、まあフォアドラってまあ言ってしまえばね、対空なんで、まあ対空持ってこなかったらもうめちゃめちゃ苦しいなっていうキャラだと思うんですよ、フォアドラはね。だけど逆に対空を持ってきてしまったらちょっとね、まあ、弱いかなっていう印象ありますね。最近はね、アーチャーもまあまあ増えてるし、エルフ使いも全然増えてるしね。エルフに弱い、アーチャーに弱い。で、あとなんだ、トレントに弱い、うん。あとアーケンジェルも多いから、ちょっと弱いでしょってなって、ゼウスはまあ、なんか中型添えればいいんだけど、まあそういう時になった時にポックルも多いしね、ポックルで育ってる人も多いし、そういうところで考えた時にそういうの引かれたら弱いんですけど、それを引けなかった場合だとめちゃめちゃ活躍してくれるので、まあピンキリなところはあるけど、まあフォアドラは悪くないかなと思います。まあ魔法アビとかも最近多いけど、魔法アビとかは空に打ち上げることできるので、まあ、怖くないかな。あとアビクロ
チビクロとかも最近多いとは思うんだけど、結局あの光の武器で空に打ち上げてくれるので、それでまあある程度ねカスト勝ちも見込めると思うんですけど、アーチャーとかエルフとかね、アーチャーとかエルフとかポックル3体出しとかされちゃうともうほぼ即死なのでそこだけだね怖いのは。はい、というところでね、少しでも参考になっていただけたらなと思います。今回紹介したキャラはアークエンジェル、トレント、スパイダー、レッドドラゴン、フォアドラの5体です。はい、ソロだとねって話、ソロだとねっていう話ですね今回は。で、最後の2体レッドドラゴンとフォアドラに関してはまあ安定っていうかもうピンキリっていうところがあるので、まあ、ここはね本当に難しいですね。他のキャラ、他の大型使うよりかはいいだろうっていう感じで考えてもらった方がいいです。本当にソロで強いなって思うのはアークエンジェル、トレント、マザスパ、この3体です。はい、まあ、5000なんでね5体紹介したんですけど、まあ少しでも参考になっていただけたらなと思います。ここら辺でお願いします。バイバイ。